いってや。ちくしょう。マジマちゃんさ、忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でもマジマちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟になしつけてお前を登場界に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして、可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ。親の前ではな。あ？次の日、その猫を殺してやったよ。でもその前にあの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。もしかしてマジマちゃんの古いお友達？知らんわ、あんなやつ。ふん、なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あないな小娘に一体何の価値があんのや。知りたい。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。はあ？マジマを使って牧村誠という人間を殺せって、それだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟？そしたら女殺せっちゅうのは島野の親父からの命令なんか？そう。だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたんや？さあな、それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ、せやけど気になることはある。ん？奴は女を奪って生きよったが、殺そうとしてるようには見えへんかった。それは西谷も同じや。ん？ちょっと待て、西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか？西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言うてきた。あの子を殺すつもりやったらそない面倒くさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意？おかしいな。
初耳だな。まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。あり得る話や。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、札にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。はあ、そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。分かった。真島ちゃんさ、西谷のこと以外に俺に隠し事ないよね。あらへん。はあ、もしも何か隠し事してたら殺す言いたいんやろ。分かってきたね、真島ちゃん。はい。
マジマ？なんでおめえが。おう、牧村誠はどこへ。はあ、何言うとんねん。あれ、俺んとこからあの子を盗んだ男、ありゃ西谷の仲間やろ。今あの子はどこにおんねん。何のことやらさっぱりわからんな。せやけど、たとえ知っとってもお前に教えるはずないやろ。何様やねん、メチキクみたいにフラッと入ってきよって。わしら極道やで。なめんのも大概にせよ。そら拳で聞けっちゅうことか。お前らもう何遍も俺に負けとんねん。結果は分かりきっとるや。あの子の居場所知っとんのか知らんのか、どっちやねん。知っとっても知らんでも生きて返さへんで。我、はあ、懲りひんやっちゃな。しゃあない。ほんならこの際知っとること全部吐いてもらうで。望み通り拳で聞いたるで。牧村誠は今どこにおる。ほんまに知らんのや。ほんまか。ほんまや。わしら今までずっとあんたがあの女を持っとると思っとったんや。せやったら俺からあの子を奪っていった男は誰や。西谷の仲間ちゃうんか。親父の仲間やったとして俺らは知らんのや。親父は俺らに何も教えてくれへんのや。女のこともさらう目的も。ほんまや。聞きたいことがあるんやったら親父に直接聞いてくれや。西谷は札にしょっぴかれて留置所やろが。せやったらあんたも留置所に入ったらええんや。ふざけとんのか。待て、ふざけたへんって。ビリケンさんに頼んだらええねん。ビリケン？そうや、ビリケンさんちゅう刑事や。親父の窓口になっとる人で、頼めばこっそり会わせてくれるかもしれへん。賄賂でも渡すっちゅうことか。それはビリケンさん次第や。誰でも会わせてくれるわけやないけど、とにかくビリケンさんとこ行ったらええ。いつも毘沙門橋んところにおる。よし、その言葉信じたろ。西谷がなんでお前ら組員に何にも教えへんのかわかるか。え？脅されて口悪いような組員やからや。口の軽いヤクザやすか。
Yeah.
直に I love you 届けよう Kid you love me 伝わるさ君に似合うガラスの靴を探そう。
酒屋ね。さあ、魚は引かしとんちゃうぞ、やるんか。あんた、もしかしてビリケンさんか？誰や、あんちゃん。俺は真島五郎っちゅうもんや。あんたに頼めば、留置場の西谷に会わせてくれるっちゅう話聞いての。俺はどうしても奴に会うて、聞かなあかんことがあるんや。おめえは西谷のなんや、ダチか？俺はダチあらへん。西谷の敵や。バリッバリの敵や。敵と名乗るやつをわざわざ引き合わせると思うか？ダチって嘘ついたとこであんた見破るやろ。西谷は用心深いやつや。嘘も見破れんデカを窓口にするはずがない。正直に言うたらあんたも一手間省けるやろうしね。潔んやな。せやけどそれだけでよし案内したろとはいかへんで。分かっとる。なんぼ渡せばええんや。いややな、今の時代みんな金で収めようとしよう。どないしたらいい？マジマ言うたな。ちょっと一杯付き合うてくれるか？え？ちょうどええとこに、ほら、船も来たしな。屋形船？お座敷遊びでもするんか？だって乗ったらいいんや。西谷に繋いでほしいんやろ。真島言うたな。お前西谷のなんや？さっきも言うたやろ、敵やって。酔っ払っとんのか？敵にもいろいろあるやろ。いろいろ？ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えばダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会うたばかりや。あいつのことはよう知らん。
あんたは奴を古くから知っとるんか。古いもなんもあいつがガキン頃から知っとるわ。ほう、西谷はどんなガキやったんや。万引きのうまい赤ちゃんでな、幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、中学生で車嵐、そんなガキやったな。なんや、想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか。人を刺して殺したんが奴が高校の時やったな。えらい飛び級やな。せやけどデカのあんたがなんでそないな奴の窓口なんかしとるんや。なんや。おい、どないなっとるんや。遊びに付き合い言うたやろ。どこへ行くんや。三途の川底や。三途の川底？なんやここは。何の目的か、戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。あんたが？まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが、知ってる人間はここを三途の川底て呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うてもここは罪人の処分場なんやからな。世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できんかった殺人鬼、政治の都合で公にできんテロリスト、世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるん。この闘技場で1年間叩こうたら茶場に戻したるっちゅうだろ。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうが、あえて殺そうが構わん。そしたら死に物狂いで戦うやろ。けど、どんな奴でも毎日戦わせてみ、まず1年は持たん。罪人同士で死刑を執行させおうてるわけか。ゲス。罪の償いと世の平和のためや。ほな、この観客は何やねん。命かけた本物の殴り合いなんてなかなか見れるもんやない。どんなもんでも珍しいもんには大きな金が動くってもんや。何が罪の償いや。金もやんか。めったなこと言うもんやあらへん。しがない刑事のささやかな副業や。で、俺をここに連れてきたんはなんでや。実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな、勝負がマンネリ化しとる。そうなりゃ賭博の上がりも寂しなる。いやー、お前さんが試合盛り上げてくれたら、手こ入れになるやろな。俺に出場せよ。何も1年間戦い言うんやない。ほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええんや。
そしたら留置場の西谷にも会わせたんで。あんたみたいなクソなデカ、めったにお目にかかれるもんちゃうな。せやけど、この胸クソの悪さをリングの上で晴らしてきたるわ。ええ返事や。そん代わり3人勝ち抜いたら必ず西谷に合わせるんやで。ああ、約束してある。ほんならお前がリングに上がるよう手続きしてきたる。準備はええか。ちょっと待てや、まだ準備ができてへん。なあ、ビビったんか。まあ俺は別に急い。ほんならお前がリングに上がるよう手続きして。ああ、ええで。3人勝ち抜けばええんやったな。そう簡単にいくとええけどな。ま、安城頼んますせ。さあ、それでは次の対戦を発表いたしましょう。皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼、ジンジャーチャップマン。ジンジャーチャップマン。対する挑戦者は、本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新生、罪状は謎に包まれた赤眼の男、マジマーゴロ。さあ、時間無制限、ルールなし。レディーファイト。次の試合にも期待がかかります。それでは早速参りましょう。次に登場するのはこの男、患者を自然死に見せかけ殺していった快楽殺人医、ドクター Q。
キリヒトザツキリヒト。マジマゴロウ、果たして2連勝なるか。さあ、時間無制限、ルールなし。レディファイト。キーの快進撃も残念ながらここまでかもしれません。そう、次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー。さあ、サンズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。時間無制限、ルールなし。 It's showtime。 Yeah!
こないに盛り上がったん久しぶりや。どや、今度からちょいちょいリング温めてくれへんか。金は払うで。俺は高いで。いややな、お金の話ばっかり。そないなことより言われた通り参照したいんや。あんたにも約束は守ってもらうと。分かっとる。ついてき。しかし、汚い川の底に
あないなもんがあるとはね。汚いもんがいろいろ隠してくるといいや。水底なんか見えん方がええ。あ？みんなが見てない現実を汚いもんが隠してくれとるんや。うん？昔この川に女子高生の死体が上がってな。かわいそうに川見る影もないほど殴られて体はナイフでめった刺しや。外車は片親でな、親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やった。せやけど必死の捜査も虚しく、犯人はなかなか捕まらん。むごい話やな。1年かかってようやく犯人を突き止めたが、親父さんは一層どん底に落ちた。なんで？犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩きよる。事件なんて知らん顔でな。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？耐えられんの。ぶち殺したくなるやろな。せやな。で、そのガキはめった刺しにされて殺されたんや。じゃあ、親父さんが？ちゃう。殺したんは当時高校生やった西谷や。西谷が？西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。知っとったやろな、親父さんが苦しんでんの。下道に生まれついた人間には下道にしかできん役割があんのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それから三途の川底を作り、今じゃ西谷の窓口になっとるっちゅう話や。ってことはあんたが？さあ行くで。そや、今から留置場に案内してあるけど、お前の方の準備はできとるんか？ああ、もう大丈夫や。早いとこ西谷に会わせてもらおうやないか。よっしゃ、ほな行こうか。お疲れ様です、ビリケンさん。おう、ごっついご確認捕まえてきたで。入れたってくれ。あれ、いつもより多いんやないですか？気にしな。あんたんとこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな、楽しんでこいや。世話になったな。西谷のええダチになりそうやな。奥で茶でも入れますよ。おい西谷。
こらこらこら、真島くんやないか。どないしたん。万引きでもしたんか。お前に会いに来たんや、西谷。ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島くんに会いたい思っとったとこなんやで。はあ、お前が俺に何の用や。この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。あ、せやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。アーセント真島くん、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でも蹴りつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで、途中で雨天中止になったら選手のエプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん。あの喧嘩はまだ1回表やで。わしゃ何としてももう一度殴りようって楽しみたんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようで来たんとちゃう。ん？誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。誠をさらったんは白いスーツの見たこともない男や。お前の仲間やないんか。わしにそないな友達はおらんで。なんやて。せやけど予想はつく。わしでも真島くんでもない第三の勢力や。第三の勢力？一体何もんや。まあわしは大方目星ついとるけどな。知っとるんか、誰なんや。あの西谷さん、これ。ああ、そや、酒買ってきてくれるか。せっかくの来客や、ええ酒頼むで。わかりました、ちょっと待っとってください。どないなっとんねん、ここは。わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。ほんともそうちゃうか。あ？せやけどここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと。拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったら、そないなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、誠をさらった第三の勢力は何もんや。そやな、真島くんは知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれまいてやもんな。教えてあげようかな。けど、どないしようかな。おとなしく吐かんと、今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとはじ、ごっつい期待してしまうで、真島くん。この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな。
安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固まってしまうや。もう我慢でけへん。変わったやつやな。お望み通りとことんしばき倒したら。Hey!
さすがや、わしますます真島君に惚れてもうた。あんたほんまにおもろいやつやな。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えばええ仲になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えたんや。最高にええ出会い方やで。なんや、急にまっとうなこと言いよって。ほな聞かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ真島君、佐川のおっさんを裏切ってわしと組まへんか。ああ、マコトちゃんを狙う第三の勢力は日教連中集団や。日教連？東上界の直系組織や。東上界直系？アホな、日教連なんて聞いたことないで。そりゃそうや。表向きには東上界の大門を掲げとらん裏の組織や。マコトちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁セラ・マサルや。セラ・マサル？数日前にセラが日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしやマコトちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。なんで東上界の勢力が二つもマコト狙っとんの？二つ？俺に誠を殺すように命令出したんは島の親父。島の中と東上界の島のか。なあ、セラも島のも東上界。ほんなら東上界ついでや、わしも教えたる。あ？わしの雇い主は堂島組の渋沢中若頭補佐や。堂島組？せや、これまた東上界の直系や。セラの日教連、お前に命令下した島の組、ほんで堂島組、三つ全部東上界や。一体どういうことや。なんでやろな。ま、東上界の内輪もめなんかわしには関係あらへんことやけどな。日教連が隠れとる場所は分かっとんのか。ちゃんと調べ上げとるで。どこや。知ってどないする気や。誠取り返しに行くに決まっとるよ。無理や。え？真島君が強いんはよう分かった。せやけど一人でどないかなるほど甘ないで。日教連は何やと。東上界の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながらアメリカの CIA、 ソ連の KGB 言うたところやな。せやけど
わしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。それにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあんで。ない。佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもあしゃ殺しやなくて柄を抑えて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川を裏切ってわしと組めばとりあえず誠ちゃんを殺すはめにはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたら、そのままおとなしく日教連に預けとくわ。せやけど誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんようになってな。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任や。極道の食い物にはさせへん。残念やな。お前みたいな男ともっと早く出会わんかったが、ほんまに残念や。なんや急に。なんやろな、わしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ。日教連が潜んどるな、椿園の中や。椿園。なんや、こっち住んどって椿園も行ったことないんか。湧き合って蒼天堀の外あんまり行かれへんねん。でなんや、その椿園っちゅうのは。椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。日教連はそん中の弁天屋って店にアジト構えとる。誠ちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街。ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したる。ついでに一緒に暴れたる。ええんか。俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話は日教連から誠ちゃん取り返した後や。さあ真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。さてほんなら楽しいお遊びに出かけますか。おいおまるさん、出してチェックアウトや。真島君も一緒に出るで。なんや、誰もおらんのかい。しゃあないな。勝手に出るで。ちゃ、逃げや。西谷。なやねんな。おちゃん。お前。ビリケンさんには用してもろたんですがね。娘が大学行きたいなんて言うもんでして。ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。あんたら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか。
誰にや。こら、あかん感じやないかい。にしたな。昔、おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら、罰当たんな。なあ、おっちゃん。真島君、わしはこのアホンドラと肩をつける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ、思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早う死ぬんや。なら後先考えんと、自分の道前に進めや。何言うとるんや、さっさとくたばらんかい。はよ行けや、真島。まことち女生かした責任きっちり取っとらんかい。行けや、マジマ。許してくれ。頼む。